こんばんは。ファンタスティック小説家、あるいは武蔵野 FA 長でございます。本日は2022年12月の20日、時刻は18時の19分でございます。で、まあ今日は12月20日ということで、まあ宣伝、まあいつもと同じような報告系の動画ですね。よいしょ。こちら、前々からちょこちょこ動画で言ってたんですけど、私の著作がついに発売となりました。このチャンネル名がラノベ作家ブログみたいな感じになってるんですけど、まあ実を言うとこれまでは厳密に言えばラノベ作家かではなかったというか、まあ別に嘘ついてたわけじゃないんですけど、そうですね、賞を受賞して本を出すのが決まってたっていう状態で、ラノベ作家なのか、ラノベ作家志望なのかみたいな、その中間状態みたいな感じだったんですけど、今日ついに本が出ましたので、これで正式に何て言うんでしょうね、商業デビューを果たしたという感じでございます。なので、今日から多分作家を名乗っても間違いではないと、いう感じなのかなというふうに思っております。よいしょ。この表紙ですね。あ、マジで光気になる。はい、この表紙です。この表紙のものを書店に多分並んでると思うんで、よかったら買ってみてください。そうですね、すごい面白い作品になっていると思いますっていうのが1点で、もう一つですね、まあ別に報告するほどのあれではないような気がするんですけど、 Amazon で額縁を買いまして、それが届きました。届きましたって、何の話かっていうと、この1個前の動画にちょっと角川から、その対象を取ったんで、そのお祝いの、お祝いというか賞状が届きまして、でその賞状を額縁に入れるみたいな話をしてたんですけど、その額縁がちょうど届いたっていう感じの話でございます。なのでちょっと入れてみたいと思います。よいしょ。症状はですね、ずっと部屋の片隅にこのまま、ほんとこんな状態でずっと置いてあったんで、まあそうやって放っておくのには忍びないものなので、そうですね、ちょっと今から額縁に入れていきたいなっていうふうに思います。見てください。結構大きい段ボールです。はい、というわけで今額縁に症状を封印し終えました。あれですね、木の枠組みみたいな日本的な額縁だと割と、まあ日本的というか高級感のある額縁だと割と楽だと思うんですけど、透明のなんでしょうね、クールな感じの額縁、アクリルのってやつをやろうとするとめちゃめちゃ手間ですね。はい、まずそのアクリル板保護してるシールを剥がすのも面倒ですし、四隅を止めるのも結構苦労します。はい、で今壁にここにこの指の先にかかってるんですけど、はい、壁にかけるのもちょっと苦労しました。もう全部苦労してます。はい、まあちょっとこういうこと知らなかったんで、一つ学びを得たなって感じでございます。はい、まあそんな感じで今日の動画終わろうかなっていうふうに思います。今日、ラノベ作家に多分、名乗っても OK な感じだったんで、それがすごく嬉しいっていう動画でした。
じゃあ今日はこんな感じで終わろうかなって思います。じゃあご視聴ありがとうございました。また何かあったら、そうですね、動画撮りたいと思います。